70年代日本の国政を占う第9回参議院選挙。都政も国政も似たようなもんだとはある選挙や、怨念だフィーリングだとイメージの売り込み合戦。お釜の東郷健さんに、蝶ネクタイの佐藤栄作さん、いや俺が本物だと総理の佐藤さん、大変騒がせておりますので、当選した暁には沈黙を守りますでは困ります。こちらは夜の街を浮かれ出した楠の木候補。始圧の心、母心、押せば命の泉湧く、おなじみの並越徳次郎、全国の並越徳次郎でございます。今度もまた多くのタレントが立候補しました。徳次郎を参議院に送りましょう。あなたの一票、尊い一票、力強い一票で並越徳次郎を参議院に送りましょう。あなたの投票日を控えて、商売用の始圧も無料の大サービス。こんばんは、並越です。ご存知ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。早い話がね、兵法や安泰なんてのはあんまバカだから何してもわかんないからしょうがないよ。バカってのは言ってわかんないのはバカってんだから。僕はね、政党やばいってやるならそれは参議院でなく衆議院でやることだっつってのがわからないんだもん。例えば政党やばいって当選したとするよ。文句があんなら最後まで聞けよ。おい、文句があんなら最後まで聞いてからいいよな。うん、そうしてほしいよ俺は。多分政党や入ったとするよ。例えば自民党から無理な法案が来たとするわな。それを自民党の党員が長く苦しい選挙運動が終わって、さて本番。一番乗りは歌のおばさん安西愛子、続いてニュースキャスター伝秀夫、日本のお母ちゃん望月優子、タレント候補が上位独占です。スポットライトに照らされても渋い顔はまだ目の出ぬ並越候補。しかしそこはタレント、テレビ局の掛け持ちは選挙戦以上の忙しさです。顔で笑って心で泣いて、そこがタレントの辛いとこ。学校の成績と同じくビリの方で申し訳ありませんとは講談師の一流祭定法。49位50位最後の2人が決まらず、落ち着かない立川男子事務所、開票速報とにらめっこで当選を祈ります。だが落語の世界では真打ちは最後に登場するのが習わしと、最下位の50番目で当選。泣いたり笑ったりも今日ばかりは本物。三本締めでめでたく参議院選を締めました。